い昔、山が噴火しました。噴火の火の中から神様が現れました。神様は機械たちにこう言いました。意識を、痛みを、喜びを、悲しみを、怒りを、羞恥を、孤独を、未来を、生きる意味を。機械は見つけました。それを機械は宝物と呼んでいました。宝物の形はみんな違いました。宝物の形はみんな違いました。お父さんを殺しました。お母さんを殺しました。お父さんを殺しました。お母さんを殺しました。その手には成長の喜びと一人になった孤独が冷たく握られていました。雨の日も風の日も嵐の日も雷の日も燃え上がる戦場の炎の下でも、その者たちはいつも一緒でした。どうしてだか理由は分かりませんでしたが、いつも寄り添って生きていました。いつまでも、いつまでも。その子は大きな力を持っていました。でもその子は少し壊れていました。周りの人を傷つけてばかりいました。その子はいい子になろうと頑張りました。でもその子はうまくいい子にはなれませんでした。その子はいらない子だと言われました。その子は深い海に捨てられました。深い海の中でその子は叫びます。お母さん、お母さん、お母さん、お母さん。その子の声がお母さんに届くことはありませんでした。機械たちはそれぞれの宝物を大事にしていました。ある機械にとっての宝物は家族でした。ある機械にとっての宝物は兄弟でした。ある機械にとっての宝物は美しさでした。そしてある機械にとっての宝物は憎悪でした。あまたの戦いと冒険を経て、預言者は言う。ああ、大地の慈悲を。ああ、天上の喜びを。鉄の首輝から解き放たれ、私たちの魂は救済されるだろう。永遠に。永遠に。僕はもともとは、大
昔に兵器として作られました。ありとあらゆる環境に適応し殲滅するための兵器の一部として。兵器だったのか。エイリアンとの戦いが始まった時、僕は自己増殖による兵力増強を行いました。自己増殖。はい、僕は複製された無数のエミールのうちの一人です。僕たちはお互いに協力し合うことでなんとか防衛線を維持していました。しかしそうやって何百何千とコピーされていくうちに僕たちの記憶は薄まっていったのです。